日清地駅は神奈川県川崎市高津区双子2丁目にある東急電鉄の駅である。当駅は田園都市線の単独駅である。田園都市線の列車のほか、福々線を利用して溝の口駅まで乗り入れる大井町線の列車のうち、各駅停車の一部が停車するが、当駅前後の福々線区間では、田園都市線用の線路を経由しての停車となる。 大井町線用の線路にはホームがないため、溝の口駅とは異なり正式な大井町線の駅としては扱われていない。駅番号も田園都市線の DT08 のみが付与されている。駅名は二子新地と濁らず読むが、地名の西は二子と濁って読む。かつて、江戸幕府が江戸越えの最前線と位置づけていた玉川には、架橋が制限されていたため、長く都線。 双子の私が両岸の大仙街道を連絡していた。しかし、時代が流れ、ここに橋が架けられることとなった。その際、この付近一帯には、街道宿が数軒立地していた他は、静かな田園地帯であり、かつ繁華街がなかったため、役人接待のために芸者を呼び、観楽街が開かれ、それが、双子新地と呼ばれた。当駅は開業当初、地名から、 双子という名称だったが、双子新地に立地していたことから、双子新地前と解消された。しかし、時が流れて、観楽街は姿を消し、社内案内放送の発音によっては、双子新島へと聞こえるとの批判もあったことから、前を取って、現役名へと解消された。当駅周辺が産業地として華やいだ時代の面影を十一世紀の現在に伝えるように、 当時から民家が立ち並んでいた地域のほぼ全域に双子産業組合の名板が配された街頭柱が建てられており、今も町内を明るく照らし続けている。また、その県ゆえか、当駅周辺には居酒屋が多く立地し、近隣には料亭もいくつか残っており、王子を忍ばせる。相対式ホーム2面4線を有する高架駅。改札口は2カ所で、 玉川花火大会開催時にはさらに臨時改札口が設置される。複々線化工事が行われるまではバリアフリー設備や駅構内トイレが設置されていなかったが同時施行された駅改良工事によってエレベーターエースカレーター幅広型自動改札機を及びた機能トイレが設置された。なお、駅の入り口付近にも川崎市が管理する仮設トイレがある。 2007年6月までは早朝と夜間の未駅員、無配置だったが、同年7月からは終日駅員が配置されるようになった。駅売り店、トークスは早朝から14時までの営業である。また、川崎信用金庫の ATM が駅構内に設置されている。複々線加工事の前はホームが狭く、田園都市線の地上区間で唯一駅名標が、 壁面に埋め込まれている箇所があった。当駅は2000年頃から2009年までの予定で、電源都市線複々線化工事に関連して、大規模な改良工事が行われた。運用開始前に留置されていた、大井町専用の2代目6000系大井町専用の東急8500系電車、二子玉川駅から、撮影従来は、上りホームが、現行のホームとほぼ同じ位置に、 下りホームが、現行の下り線の内側にあったが、移設、解体、再建を経て、現行の構造になり、前述したバリアフリー対応とされた。なお、複々線化の完成に先行して上下ホームの内側に通過線2本が完成したが、溝の口方が未完成だったため、一時期には、大井町線列車などの留置線としても使用された。 2020年度の1日平均上行人員は16,150人である。近年の1日平均上行人員と乗車人員の推移は下表の通り。かつての双子産業組合が町内に建てた街頭柱が今も町内各所で使われ続けている駅周辺は住宅街が広がる。東急バス。ありがとうございます。